高齢者を結束バンドで縛り殺害するなど日本中を震撼させたルフィを名乗る指示役が絡む広域強盗事件。犯罪が年々凶悪化する中、警察は今日窓ガラスの耐久性に関する実験の様子を公開しました。いただきます。厚さ3ミリほどの窓ガラスは一撃で割られてしまいました。警察が今日静岡市葵区の自治会連合会の代表や防犯協会に向けて公開した窓ガラスの耐久性に関する実験、参加者も真剣な眼差しで実験を見守りました。先月東京狛江市で高齢者が結束バンドで縛り殺害された強盗殺人事件をはじめ、ルフィを名乗る指示役が絡んだ広域強盗事件が相次いで発覚。今日の実験は強盗に侵入されないために窓ガラスの強化から考えてほしいと開かれました。今日の実験で明らかになったのは窓ガラスに貼る防犯シートの有効性。フィルムが貼られたガラスはなかなか割ることはできないようです。これが防犯対策につながるといいます。最も割れづらかったのはガラスが二重になったペアガラスの間に防犯シートを貼ったものでした。通常のガラスはあっという間に割れましたが、防犯対策を受けたガラスはなかなか割れないようです。1枚目は割れましたが、2枚目を割るのに手こずっているようです。昔はですね、やはり個人一人ぐらいでこういう入るっていう、今集団ですよね。それがやっぱり怖いんですね。ですからこういうのを一つの例としてありますよということは、やはり私どもも連合に持ち帰りまして、各自治会等にですねお話をして、今日のイベントでは窓ガラスや玄関に取り付けるブザーなども紹介され、簡単にできるところから防犯対策を始めてほしいと呼びかけられました。そしてこちらは去年1年間で確認された強盗や空き巣などの侵入等被害です。全国では1万6000件近く、そして県内でも378件が確認されています。計算すると1年間で1日に1件は事件が起きているという数になります。自分が被害を受けるかもしれないという意識を持って十分対策を行いましょう。